朝鮮労働党第7次大会は2016年5月6日から9日までの4日間朝鮮民主主義人民共和国の執権政党である朝鮮労働党が実施した党大会である。党大会にて委員長に衰退された金正恩朝鮮労働党は1980年までに6回の党大会を実施しており、その度に重要な決定を行ってきた。 しかし、1980年の第6回党大会以降、36年間にわたって、党大会は開かれず、臨時党大会閣の党代表者会議を、金正日政権末期の2010年と金正恩への権力継承直後の2012年に開催するに、とどめてきた。2015年10月30日、朝鮮中央通信が2016年5月初旬に、 党大会を開催することを発表する。それ以降、北朝鮮や水爆実験や長距離弾道ミサイル発射実験などを成功理に行ったと主張したことは、党大会に向けた実績作りとも分析された。5月6日より党大会は開催され、金正恩党第一初期は事業総括報告を行い、その中で北朝鮮が責任ある。 核保有国であることを宣言し、同時に先制攻撃されない限り核兵器を使用する意図はないとも表明した。また、経済分野では2020年までの5年間に遂行する国家経済発展後可燃戦略を提示し、核開発と経済発展を並行して進める平身路線を取るとした。これらの報告は全会一致で採択され、 最終日の5月9日、金正恩は新設された朝鮮労働党委員長のポストに衰退され、北朝鮮における金正恩時代の幕開けを告げた。2015年10月30日、朝鮮中央通信は朝鮮労働党が2016年5月、初旬に実施すると発表した。2015年12月中旬には、一部報道機関が金正恩の発言を根拠に、 党大会が2016年5月から10月に延期されたと報じたが、すぐに朝鮮中央通信が2016年5月に党大会を開催すると報道し、噂を打ち消した。4月27日になって党大会が5月6日から平壌で開催されることが発表された。しかし、開催当日になっても4.25文化会館で、 開催されるであろうという推定がなされるなど場所すら明らかにされなかった。また、党大会が始まっても党大会は4日程度続くであろうと開催期間も明らかにされなかった。1月6日、北朝鮮は水爆実験を実施したと発表したが、韓国国家情報院はこの時期に核実験を実施した理由は5月の党大会において、 成果として発表するためだったと推測している。また4月に何度か実施された中距離弾道ミサイル発射実験にも同様の意図があったと推測されている。また、党大会の前後には北朝鮮が核実験に踏み切るのではないかという懸念もなされたが、結局は行われず、これは中国に配慮した結果という分析がある一方、単に、 金正恩の言葉を国際社会が拡大解釈しただけ、金正恩が関心を引くための欺瞞だった核実験を予定していたが支障が生じたなど様々な分析がなされた。北朝鮮では、党大会といった重要な行事において宣伝材料となる成果を出すために行事の前に国民に対して短時間で生産や建設など労働力を高める。 日戦闘などと称する総動員例をかけることがあり、今回の党大会でも2016年2月23日に朝鮮労働党中央委員会が全党員に対して70日戦闘と称した速度戦を行うよう指示。道路の補修工事や河川の整備事業、花壇の造成といった都市美化事業などが行われたが、国民に対しては過酷なノルマが課せられ、 また、労働環境も劣悪であり、産地沿線の工事現場では土砂崩れが発生し、労働者が死亡するといった労災事故も発生している。北朝鮮では、経済事情悪化のために、本来の仕事では、給与や食料配給の遅延が状態化しており、このため無大欠勤して、個人で経済活動を行うケースが後を絶たず、七十日戦闘の期間中は、こうした、 無断欠勤や職場離脱者に対して公安機関が家々を回り、摘発を強化した。一方で60万北朝鮮ウォンを収めれば70日戦闘からの除外を許された。70日戦闘の期間中、当局は毎月1 0ウォンを銀行に貯金することを住民に強要するといったことも行われた。 2月23日から開始した70日戦闘は、党大会4日前の5月2日に終了した。2016年3月中旬になって、ようやく党大会に向けた正式な手続きが始まり、党大会に出席する候補者の選考が始まった。4月12日から13日にかけて、朝鮮人民軍の代表会が開催され、党大会に出席する、軍代表に、 金正恩が選出され、またこの時期には出席者の選出は、ほぼ終わった。4月30日には、在日本朝鮮人総連合会の総連、大阪府本部委員長である夫長朝日を、団長とした在日本朝鮮人祝賀団が、党大会に参加するため平壌入りしている。5月2日に、党大会参加者は、平壌に到着し、市内のホテルに滞在を開始。 ボタンミネ学団などの公園や新規に建設された施設の見学、キム・ジョン・ウンの名義の贈り物を受けるなど特別待遇を受けた。こうしたプレゼントは過去の党大会でも行われている。党大会の開催が近づいた4月下旬には、平壌には厳しい規制が敷かれ、住民に対しても観光総裁や旅行が事実上できなくなるなど取締りが強化された。また、 当大会直前、平壌市内には、東大7回大会、慶祝当大会を輝かしい労働の成果で迎えよう。などと書かれた看板が多数設置され、学生と女性らが祝賀行事の練習を行っている姿が報道されている。金正日の命日である2015年12月17日に、毎年恒例の追悼大会が行われなかった要因の一つには、 5月の党大会に集中する意図もあるとされた。2016年1月1日、金正恩は新年の時で第7回党大会を勝利者の大会、栄光の大会として輝かせるべきと言及。2月2日から3日にかけて行われた党、中央委員会と党人民軍委員会の連合会議、拡大会議において、金正恩が軍に対して絶対服従を指示したことには、 党大会に向けて、各種建設事業に、軍の動員を増やそうとする意図もあると推測された。大会の初日、環境北道の人民委員会の建物に対する放火事件が発生したとデイリー NK が報じた。党大会が開催された4.25文化会館2016年5月6日午前、第7回党大会は4.25文化会館で開幕した。 出席者は、各9党代表会で選挙により選ばれた3467人の議決権代表者と200人の発言権代表者の全員。金正恩は公式の場では初となるスーツ姿で登場し、このほか髪型やメガネ、体型、手の仕草などは祖父の金日成国家主席を意識したものだとされている。開会の辞では金正恩が水爆実験と 地球観測衛星光明星4号の打ち上げ成功に研究その後、金正恩を党の最高位に衰退すべきか議論を行うことが予告された。5月6日から7日にかけて行われた中央委員会事業総括報告では、金正恩が以下のような内容の発言を行った。平身路線については、これは一時的な対応策ではなく、 高級的な戦略的路線であり、最も正当で革命的な路線としている。金正恩は、党大会3日目に、平身路線を貫徹するよう改めて強調している。また、現代版周波分子の粛清などは、党中央委員会行政部長だった、朝政拓ら幹部の粛清を正当化し、今後も粛清が続くことを予見するものとされた。 続いて行われた討論では10人ほどの参加者全員が、金正恩の政治功績を称賛し、事業総括報告に対する賛同を表明した。主な発言内容は以下の通り。またこの討論では、リア・キヒで総参謀長が、すでに、韓国全土、アジア太平洋地域のアメリカ軍基地、アメリカ本土を攻撃するための準備は整っており、金正恩の命令が下れば、 敵対勢力の頭上に核の雷声を鳴らし、アメリカという土地自体を地球上から完全になくすと威嚇する発言を行った。ただし、この発言は翌8日の労働新聞には掲載されておらず、行き過ぎを是正したのではないかという推測もなされた。5月9日に決定書が採択され、金正恩が行った事業総括報告に対して指示。 賛同が表明された。決定書の主な中身は以下の通り、この報告書で金正恩は最高位に立てまつるとされた。5月9日の会議では、第7期中央委員会を選出したほか、党規約が改正され、党を代表し、両働する最高労働者の職名を朝鮮労働党委員長とした。また、朝鮮労働党が偉大なる金日成、 金正日主義党であるとし、金正日を朝鮮労働党の象徴、永遠なる主犯とすることや、党大会中に、金正恩が繰り返した、平身路線も、党規約に盛り込まれた。金永南最高人民会議常任委員長が、金正恩を党委員長に衰退することを提案し、金正恩が約9分にわたって、閉会の字を閉会の字を述べて、党大会は閉幕した。 党大会が終了した翌5月10日には、平壌の近日清広場で、党大会開催を祝う群衆大会、市民によるパレードが開催され、金正恩をはじめ金永南、皇妃のえずい、僕捧ぐ玉、蔡竜会といった最高幹部も壇上に姿を見せた。金正恩はこの場で演説を行い、その中で、今回の党大会を、党を一層強化し、 革命の偉業を完成させるための戦いにおいて新たな分水嶺となる勝利と栄光の大会であるとした。5月9日の党大会終了後に行われた第7期朝鮮堂々党中央委員会第1回総会では政治局常務委員や政治局員らの人事が決定された。主な人事の内容を以下に挙げる。この人事発表では2016年2月を最後に 消息を絶ち、粛清されたとも伝えられていた前、朝鮮人民軍総参謀長の李益吉が、党政治局委員候補と、中央軍事委員会委員に選出されており、翌5月10日の労働新聞にも、李益吉の写真が掲載され、本人に間違いないと見られることから、処刑説は誤りであることが明らかとなった。ただし、肩の階級賞の星の数が4つから3つに減っていることから、 軍階級の降角はあったものと推測される。中中国北朝鮮大使館は、党大会1ヶ月前の2016年4月6日、北京に駐在する各外新記者に対し、党大会の取材を希望する場合は、ビザの申請を行うよう通知した。北朝鮮は、国外の報道機関を党大会に招待し、120人余りの報道陣が取材に当たった。 北朝鮮は5月4日に、平壌市にある北朝鮮発の兵器工場の跡地に作られた記念施設であるヒューガー革命寺席地を案内し、報道陣に対して核保有の実績を強調した。このほか平壌幸福地区の商店街で人々が買い物をする姿や、近日清総合大学なども公開した。5月5日には、 平壌ョンヤン市内に住む裕福な科学者の豪華なマンションの内部を紹介させ、そこに暮らす住民とのインタビューを報じさせた。報道拠点は、平壌ョンヤン市内の1980年代に建設されたホテルが用意されたが、電話などは古く、ガイド同行なしには外出できないなど、記者団からは不満も漏れた。5月6日に、党大会は開幕したが、国外の報道陣は、 党大会の日程は愚か開始時刻すら正確に知らされず、党大会が開催された4.25、文化会館から200メートル離れた会場の外側の撮影が許可されたのみで会場に入ることは許されなかった。このため、党大会の生中継映像はなく、初日の様子は5月6日22時になって編集された録画映像が朝鮮中央テレビによって放送され判明した。 また7日の様子も同日22時5分から約28分間の録画放送で伝えられた。その中で金正恩は事業総括報告を行っているが、この時は肉声は流れなかった。しかし5月8日15時に特別重大放送と称して事業総括報告を行う金正恩の姿が肉声付きで3時間3分にわたって放送された。 なお事業総括報告の全文は5月8日付の労働新聞に9面を使って掲載されている。党大会最終日の5月9日、北朝鮮は取材人30名ほどを会場に入場させ取材することを許可した。また最終日の閉幕式の様子は同日22時から約30分間にわたって録画放送された。5月10日には 党大会開催を記念する祝賀行事が近日成広場で行われ、朝鮮中央テレビで1時間20分にわたって実況中継された。ノーベル賞受賞者3人の包丁に合わせ、党大会開幕前から平壌を訪問していた英国放送協会の東京特派員が4月30日、金正恩について太っている上、予測できない息子と表現した記事を配信する。 5月6日、北朝鮮当局はこの記者が金正恩に対する不敬な報道をしたという理由で身柄を拘束し、8時間にわたる取り調べを行った。この後、記者は供述書に署名をさせられ、国外退去処分となった。この事件は5月9日、党大会の取材に参加していた CNN の記者がツイッターで報じ判明した。中国の新華社通信は、 北朝鮮官僚の話としてこの事件を報じている。党大会取材のため北朝鮮に残った別の BBC の記者によれば北朝鮮指導部が平壌の日常を取材した BBC の報道に不満を表したという。北朝鮮が各国政府に対して代表団の招待状を送ったかどうかについて詳細な情報は明らかになっていない。なお、 中国に関しては招待状を送っていないことが明らかとなっている。国外からの代表団の訪問はなかったとされている。中国は5月6日までに共産党中央委員会の名前で党大会に祝電を送っているが、金正恩に関する言及がなかった。再三の核実験や長距離弾道ミサイル発射実験の自粛を求めたにも、 関わらず強行したことへの不満の現れだとされている。5月9日には、習近平総書記が、金正恩宛てに祝電を送っているが、同志という表現は使用しなかった。しかし、朝鮮中央通信の報道では、金正恩同志という表現を使っていたことになっており、北朝鮮側の偽装が指摘された。中国外交部の高麗報道官は、開幕した6日に記者会見で、 北朝鮮は国際社会の声に耳を傾けるべきと発言。党大会に向け大統領府は不測の事態に備え北朝鮮の動向を注視した。金正恩の非核化努力の発言に対して政府当局者は全世界が核を放棄すれば北朝鮮も放棄するという意味であるとし事実上の非核化拒否であると見解を示した。また統一部の丁春広志報道官は 北朝鮮に自ら核兵器を放棄する意思がないことを露骨に表したものだと批判した。金正恩が北朝鮮を責任ある核保有国としたことに対し、5月9日に菅義偉官房長官は国連安保理決議などの遵守を求め断じて受け入れられないと非難。また、金正恩が日本に対し過去の罪悪について反省、謝罪を求め、 朝鮮統一を妨害しないよう求めた点については一方的な主張で受け入れられないと反発した。労働新聞によれば、金正恩に対して中国、ロシア、モンゴルなど20カ国余りが党大会開催の祝電を送ったとしている。党大会開催や、金正恩が党委員長に衰退されたことに対し祝電などを送ったと報じられている外国元首、政党、 政党要人、その他団体は以下の通り、祝電などを送った主な人物、団体、ありがとうございます。